お、おかえり。今日もお疲れ様。お風呂沸いてるから先入ってくる？ご飯ちゃちゃっと作っちゃうからちょっと待っててね。みたいなことを言いたーい。いや、言われたーい。はい。ということで、はい、というわけで今日も元気にしろくんのチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、しろくんチャンネル中2です。今日もご視聴ありがとうございます。ただいまですね、23時35分。まあ、お仕事が終わって帰ってきたんですけれども、めっちゃ疲れた。そしてお腹空いた。抱っこもお腹空いたよね。仕事で疲れて帰ってきても自分でご飯を作るしかない。パパって美味しいご飯が食べたい。もはや献立を考えるのもめんどくさい。ということで今日はですね、しろくんチャンネル大人気コンテンツ、夜のあかん飯、深夜にお腹すいたって言って帰ってきた方にも簡単、きのこだけでも美味しい、15分でできるきのこと豚バラのこってり味噌鍋作っていきたいと思います。それではいきましょう。あ、今日は後半にめちゃくちゃ嬉しいお知らせというかご報告がありますので、ぜひ最後までご覧ください。それではいきましょう。はい、というわけで食材紹介していきましょう。まずは豚肉ちゃんです。はい、そしてにゃにゃーん、なめこちゃん、すごい立派ななめこちゃんですね。めっちゃ美味しそうですけども、こちらなめこちゃん使っていきます。はい、そしてきのこ2つ目。さあ、こちらしめじちゃんです。しめじちゃん使っていきます。そして、はい、えのきさんです。えのきさんは美味しいよね。えのきさん使っていきます。まだまだきのこいきます。じゃじゃーん、まいたけさん、こちらまいたけさんも使っていきます。そしてそして、ででん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 、超立派なしいたけさん、こちらも使っていきたいと思います。それでは準備していきます。はい、それではまず最初にですね、お水を大体 600cc をお鍋に入れます。ざっくり。はい、そして今回はじゃじゃん、こちらお味噌の鍋の素を使っていきます。まあ、時短ですね。もうなんかすごいいい匂いするんだけど、もうお腹空いたんだけど。そして先にこちらを強火で温めていきたいと思います。さあ、その隙にですね、食材切っていきましょう。えのき、ちょっと石突きを落としていて、でこれさ、えのきってこの辺どうすんのって思うじゃん。これね、フォークでこうやってやるとめっちゃ綺麗に裂けるのでおすすめです。あとね、味も染みやすくなんだって。なんでフォークでこうほぐしていきます。うん、もう入れちゃおうかな。入れます。はい、きのこ、あとはしいたけは石突きを取って、めっちゃでかいねこのしいたけ、すごくない？ちょっとなんかおしゃれな感じにこうちょっと切ってみて、普段絶対自分じゃやんないですけどね、ちょっとぶち込んでみるか。キノコは皆さん洗っちゃダメですよ。キノコは洗うと風味が取れちゃうので、土とかついたら雰囲気取ってあげるといいらしいです。こうクッキングペーパーとかでね。はい、あとはもうパパッとクックカットタイプ、舞茸もお舞茸もぶち込みます。おしめじちゃんも入れてきます。あとは豚肉は 3,4 センチぐらいに切ってあげるといいかなっていうところなんですけれども、まあめんどくさい時は切らなくてもいいと思います。すごい、なんかすごい量作っちゃうけど、明日の朝ごはんでもいいしね。よいしょ。で、このなめこさんはまあ吉菜にほぐしてあげて入れていきましょう。なめこさんはね、いやー美味しそう、もうすでにめっちゃ美味しそうなんですけど、豚肉ねちょっとちゃんとさほぐさないとさ、意外と全部くっついちゃったりするんだよね。このままちょっと煮込んでいきます。7分ぐらい煮込んでいきます。スタート。その間にちょっとアクも取っていければと思いますが、煮込むときは中火ですね。ちょっと火を弱めてください。今ファイヤーだったけど、その間に片付けます。料理でできるんですかとか、料理好きなんですかとか結構
聞かれたりするんですけど、まあ、料理を作ること自体はまあ嫌いじゃないっていうか、まあむしろ好きなんですけど、何よりめちゃくちゃ気候に対してなんで、買いに行くのがさちょっと面倒くさいなみたいなこと、あとは一人だと食材が余らせちゃったりすることが多くて、頼んじゃったりするな、出前とか結構仕事終わって帰ってきたりとかすると、何作るか考えるのめんどくさすぎて、もう卵がけ納豆ご飯、まあ、卵がけ納豆ご飯マジ至高好きって大好きで美味しいんですけど、とかで済ませちゃったりとか、まあ、元気な時はねあれ作ろうとかこれ作ろうってなるんだけど、なかなかね元気ない時は結構億劫になっちゃう時もあるよね。もう切ったりするのとかもめんどくさいしさ、まあでも料理はね基本的に好きではある、好きではあるんですけど、ということでちょっと時間が経ったのでアクを取っていきたい、アクを取っていきたい。もうめちゃくちゃいい匂いするんだけど、むちゃくちゃいい匂いしてるから、これ私見せてあげる、みんなにめちゃめちゃいい匂いする。ジョゴゴゴゴ、おーすごい、むちゃくちゃ合いそうなんですけど、ちょっとアクを取りますね。ここからアク取っていきます。ここまで所要時間マジで10分ぐらいだと思います。ちょっとご飯の準備しよう。よいしょ、じゃーん、できました、持ってきました。むちゃくちゃ美味しそうなんですけど、ここから食べていきたいと思います。わーい、それではいただきます。イエーイ。いや10分だよ、ここまで。ほんと10分、10分でここまでできるって、私は天才なのか、もしかして。いや、お味噌の鍋とかね、あ、食材が天才なんですけど、早速食べていきたいと思います。一人なんでね、お箸でいっちゃおうかな。よし、全然和じゃないけど、こんな感じです。やったね、いただきます。お肉、お肉です。うめっちゃうまい、豚バラとろける。うん、やった、なめこだ、なめこうまい、むちゃでっかしいたけさん。うん、めっちゃうまいしいたけ。そして私め、今回なんとちょい足し、ちょい足しにんにくみじん切り、ちょい足しにんにくみじん切りと、まあ、お味噌といえばバターでしょ。バターをちょい足しバターしたいと思います。ちょい足しおバターさんをしたらもっとギルティーな味になるはず。いきます。バターの匂いが最高すぎる。いただきます。優勝。長ネギとか、まあ、お豆腐入れてもいいですし、余ったお野菜とか、まあ、白菜とかああいうのがあれば全然入れても美味しいなって思いますし、ほんとキノコのお出汁がむちゃくちゃ出ててむちゃくちゃ美味しいので、卵とじにして、まあ、おうどんとかにしてもむちゃくちゃ美味しいと思うので、皆さんぜひ、キノコだけだからね、キノコと豚バラだけなので、ぜひ皆さんに試していただきたい。ふぃー、ごちそうさまでした。やめてください、うるさいです。ということで、まあ、冒頭でですね、まあ、献立を考えるのが面倒、あとまあ食材を買いに行くのがちょっとお手間だなとか、食材を余らせちゃうみたいなお悩みをですね、皆さんにねご相談させていただいたんですけれども、今回はなんとこちらオイシックスさんのキットオイシックスを使ってお鍋作らせていただきました。この動画を見てくださってる、いつも応援してくださってる皆さんに、まあ、元気にいてほしいなと、視聴者の皆の、まあ、ご飯のお悩みとかが少しでも軽くなればいいなと思いましてですね、安心安全にこだわったオイシックスさんとコラボさせていただくこととなりました。イエーイ、ありがとうございます。いや、これもね本当に見てくださってる皆さん、そして声をかけてくださったオイシックスさんのおかげなんですけれども、このキットオイシックスはこのレシピ通りに作れば誰でも簡単にご飯が作れちゃうという商品でございまして、もう入れるものが全部一つにまとまってる、そして、タレとかもねついてきたりするので、本当に考える必要がなく、簡単でマジ時短で美味しいものをですね作ることができます。
オイシックスさん、ご存知ない方のために簡単に紹介させていただきますと、安心安全にこだわった食材を宅配してくれるサービスなんですけれども、本当にたくさんの商品がね、オイシックスさんにはあるんですけれども、今回私の視聴者さんに多い、男性の一人暮らしの方、そしてご家庭をお持ちの方に喜んでいただけそうな、もう簡単で美味しい、そして結構ガッツリ系の人気なものを相談させていただいて、チョイスさせていただきまして、今回白黒チャンネルとオイシックスのコラボセットを販売させていただくことになりました。イエーイ、すごい、めちゃくちゃすごくないですか。はい、これからですね、キット内容を紹介させていただくんですけれども、一番最初に言っておきます。今回6500円相当がなんと1980円、 69% オフにしていただいております。ありがとうございます。それでは早速今回の白黒チャンネルのコラボセットの内容も紹介していきましょう。まずはですね、こちら先ほどご紹介しました5種のキノコと豚バラのこってり味噌鍋、はい、こちらはじゃーん、レシピもちゃんとついてるので本当に誰でも簡単に作ることができます。切ってる時間とか抜いたら本当に10分ぐらいでできましたね。はい、本当に用意する材料は鍋と水のみでございますので、これがあれば誰でも簡単に先ほど紹介したお鍋が作れちゃうという代物でございます。一人でもいいですし、お友達とかね、ご家族と作ると一緒に食べるのもおすすめかなと思います。もう一つ目玉キットございまして、じゃーん、こちらジューシーそぼろと野菜のビビンバでございます。これはですね、何がすごいかというと、なんとこんな感じで、なんと見て、人参こんな細かく切れている。これもバツッと入れるだけ。はい、でやっぱさ、こういうお野菜とかもさ、結構2人分とか1人分とかだと余っちゃったりするんですけど、いい感じの、いい感じに入ってます。ニラとかもね、結構足が早いからさ、食べきらなきゃいけなかったりするんですけれども、食べきりサイズで入れていただいております。さらにですね、なんと温泉卵も入ってます。はい、もちろんお肉も合いびきそぼろですね、はい、こちらも入ってますし、他にもですね、お付け合わせとして一緒に食べれるスープのために、ちっちゃいお豆腐と、見てネギこのサイズでスーパーで売ってないから、ネギもさ、いっぱい売ってて食べたいけどさ、ほんと冷凍にするしかなかったりして、食べきりサイズじゃないんだけど、これすごいよね。はい、そうなってたりします。はい、で味もねついてますね。ナムルとか豆板醤も入ってます。豆板醤は、お子さんとか辛いの苦手な方は抜いてもいいんじゃないかなっていうところですね。今回もえのきちゃんいらっしゃいますね。作り方結構細かく書いてるんですけれども、はい、レシピがこんな感じになっておりまして、はい、下ごしらえをするとか書いてあるんですけれども、見てください。えのきをフォークでほぐすことによって全体にえのきの旨味が行き渡り、食べやすさも向上しますね。私はここでえのきをフォークでほぐすということを学びました。あとは付け合わせのお豆腐のスープこんな感じで作るよみたいなのも書いてあります。さらにですね、じゃじゃん、もう一回食べたい、お家で簡単再現ポイントということで、このオイシックスのキットを買わなくても食材があれば食べれるようにですね、タレの作り方とか、合いびきそぼろの作り方、今回規制で入ってるものの、作り方を書いてくれてるので、また食べたいなっていう方は自分でアレンジして作ることもできると、めちゃくちゃ親切ですね。はい、お友達が遊びに来てます。海苔とお豆腐のスープです。それそぼろのビビンバです。早かったよね、でも作るのね、来てから作ったけどね、ご飯少ないかもしれない、どうですか、これ美味しい。人参とかめっちゃ切るのめんどくさいじゃないですか、このサイズに切れてきます、めっちゃ美味しい。素晴らしい。きっとオイシックスなら材料を買う手間も切る手間も省けて、簡単に美味しいお料理が作れちゃいます。はい、続きましてこちらでございます。ベジールというですね、ベジタブルミックスジュースなんですけど、これむちゃくちゃ美味しくてさ、その原材料野菜、レモン果汁だけなんだけどさ、濃縮ジュースむちゃくちゃ甘くて美味しくてさ、基本的には結構トマトの味がするのですけども、トマトジュースが苦手な人でも絶対ね飲めると思うから、マジで飲んでみてほしい。これめっちゃ美味しいです、ベジール。はい、そして私はね、これオイシックスの
コロンと真っ赤な情熱トマト、千葉県産のウェクサさん他が作ってくださった方です。ウェクサさんありがとうございます。このトマトめちゃくちゃ美味しくてさ、ほんとフルーツみたいな味がするんですよ。このトマトだけで1日100個ぐらい食べたいぐらい、本当にそのぐらい美味しいので、ぜひ皆さんね、このトマト試していただきたい。マジで美味しいです、このトマト。はい、あとはあんまりね、みんなね料理したくないかなと思ってさ、難しいことこういうものも入れますか。じゃじゃーん、サバのみぞれ煮ということで、これはですね湯煎で温めたりとか、あと他の容器に移して電子レンジで1分で食べれますけれども、骨取りサバだから骨もないのよ。めちゃくちゃ良くない？これもねめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ試していただきたいなと思います。化学調味料不使用だからね、旨味引き出すジューシーなサバを大根おろし入りのタレ、大根おろし入りのタレだからさっぱりいただけるものとなっております。はい、あとはじゃじゃーん、みんな大好き餃子、もっちりほうまい餃子ということで、まあフライパンに並べて、あとお水入れて、焼くだけという餃子となっておりますが、こちらの餃子もこだわりですね。北海道産の小麦と国産の肉とお野菜で作っておりまして、なんとタレなしで食べれるというものとなっております。お弁当とかにもね良さそうだよね。こちらもぜひ皆さんで召し上がってみてください。みんな大好き餃子でございます。こちらもみんな大好き、じゃーん、オイシックスのミニウインナーということで、まあ、これもさ、ちょっとお弁当とかにさ、入れられそうだし、まあ、ボイルしても、焼いても食べれるというウインナーでございます。まあ、ちょっと小腹が空いた時とかでもいいですし、まあ、なんかちっちゃいさ、なんだろう、ロールパンとか買ってきて、ちょっとしたホットドッグとか作ってもいいんじゃないかなというものでございます。もう簡単に、だからさ、皮なしタイプですね。これもすごいんですよ。これめちゃくちゃ美味しいんだけどさ、すっきりした甘さの有機栽培バナナということで、むちゃくちゃ立派なバナナなんです。バナナ乗ってくる、私バナナ乗ってくる。はい、こちらバナナなんですけど、まずでかい。こちらバナナ好きなんですよね。バナナ嫌いな方いたら申し訳ないんだけど、まあちょっと誰かお友達とかにあげてほしいんだけどさ、バナナはね、ちょっとこの本当に甘すぎず本当にさっぱりした甘さがねめっちゃ好きなんですよ。最高。アイさん、そこはやめてほしいな。アイさん、ご飯が足りるとこだからやめてください。朝ごはんにね、まあ、ヨーグルトと一緒に食べてもいいですし、もちろんね、このベジエルとかと一緒に食べていただいてもいいんじゃないかなと思います。すごい染みついちゃった、いつの間に。あそこっち、はい。そしてこちら、コクうまみ卵、うま卵ということで、まあ卵なんですけれども、こちらの卵も本当オイシックスさんの人気商品となっておりまして、たかが卵と思うかもしれないですけど、もうされど卵なので、こちらのオイシックスさんのねこだわり卵で、卵かけご飯とかでそのままで味わっていただいても美味しいですし、まあ、お料理にしていただいても美味しい。こちらの卵もぜひ試していただきたいなと思います。はい、あとはこちらツナフレーク、こちらはですね、オイル無添加のマグロの水煮フレークなんですけれども、オイル無添加のこのツナフレークって、まあ、ダイエットとかにも良くて、タンパク質が 10g も取れて脂質が 0.3 ということで、めちゃくちゃねいいんですよこれ。炭水化物も 0.5 だし、本当にダイエットとかにもいいので、こちらのツナフレークもぜひ皆さん試していただければと思います。そして最後はみんな大好きデザート、こちらとろりなめらかプリンということで、こちらまだ食べてないのでちょっと食べていきたいなと思います。イエーイ、あー出てきちゃう、もう出てきちゃう、ここから。ちなみにさ、こういうパンパンに入ってるさ、シールの開け方さ、まあ、ここをまず掴まないっていうのは第一なんですけど、まあ、端っこ掴んでね、これ自己流だからね、なんだけどさ、この自分のこれがね、自分の手前じゃなくて奥にすると、あのこぼれにくい傾向にあると私は思います。こうね、こうやったけど、まあ、本当は置いたりしたら方がいいんだけど、ほら上手に開けましたね。黄色っぽくなくて白っぽいプリンだ、いただきデザートプリン。これは滑らか感がすごそうでございますけど、いきましょう。プリンです。とろける滑らかさ、結構バニラのエッセンスのこう香りは強いので、おしゃれな味がする。めちゃくちゃ美味しいこれ。そして下にはカラメルソースもちゃんと入っております。これは美味しすぎる。
やばい。ということでちょっとオープンしちゃったものもありますが、まあ、今回のキット内容はこのセットとなっております。約6500円分が1980円イエーイ、すごーい。はい、ということで今回はオイシックスさんとチロコロチャンネルのコラボセットをご紹介させていただきました。いやね、本当にお話いただいた時に私の視聴者さん本当に男性の方が多いんですけれども、まあ、大丈夫ですかっていうお話をさせていただいたらですね、まあ、ぜひ男性の方にもたくさんの方にこのオイシックスを楽しんでいただきたいということでお話いただきましてですね、で今回のコラボになりました。本当にね、ご飯の自体は美味しいですし、めちゃくちゃお得になっておりますのでね、ぜひこれを機会にオイシックスをお試しいただければと思います。概要欄にね、このコラボ特設ページがありますので、ぜひこちらの方もチェックいただければと思います。オイシックスさんは宅配サービスということで、まあ、ちょっと皆さん不安なところもあるかもしれないんですが、まず入会金や解約金、そして年会費は無料となっておりまして、毎週おすすめの商品を提案してくれるんですけれども、頼まないときはキャンセルすれば一切料金とかかからないですし、おすすめされた商品がこれは違うものにしたいなとかがあれば入れ替えも可能ですし、追加や削除が可能なので、本当にネットスーパーのように使っていただくのも、まあ、お忙しい方にはおすすめなんじゃないかなと思います。いや、実は結構周りにも使ってる子がいて、このオイシックスさんの、まあ、キット実はうちの実家でも使ってたりするので、本当に便利なので、個人的にね、これからも自分で頼もうかなと思いました。改めまして、今回のシロコロチャンネルとオイシックさんのコラボセットなんですけれども、6500円相当が1980円、期間は2月9日の9時59分までとなっております。一応数量限定になっておりますので、この機会を逃さないようにぜひゲットしていただければと思います。まず先ほど私が冒頭に食べてたお鍋と同じ味が皆さんのご自宅で楽しめます。いや、本当にね、もうみんなに美味しいご飯がお得に届けられたら嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ラストじゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけんするよ、にゃんじゃんけんぽい。チョキなのでグーの人は明日行くことあるかもよ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、お疲れ様でした。いやー、最高だったな、美味しかった。